でもこうなんか僕はこのコロナを通じて良くなったなと思うところは、うん、その今までじゃあ例えば集まって会議室で会議すべきだとか、はいはい、いやいやリモートすべきだみたいなものって結構割れてて、うん、でそれが偉い人 の意向によって決まってた気がするんですよ。そうですね。ところが、うん、これがそのリスク感覚っていうのはある程度許容しないと、うん、個々人の ね、 そうなりましたね、違いが許容しないとまずいよってい う、うん、いう社会になりつつあるじゃないですか。なりつつある。これって僕すごくいいことだと思うんですよ、ね、多分今時そのどっちだけにも言いづらいと思うんですよ。本当だわ。もうこんな、いや感染者減ってももう別に全部リモートで良くないですかっていうのも極端だし、そうですね、いや戻ったら全部もうあれでしょ、それ集まって会議しようって、ね、多分両方とも言いづらい世の中になってると思うんですよ。確かに確かに。これって僕はすごくいいことじゃないかなという気はする。まあ、基本部屋は取ってあります。来たい人は来てください、うんうんうん、もちろんオンラインも用意してますみたいな感じじゃないですか。そうですね。でこれってすごく良くない、いろんな人にとって働きやすくないと僕は思う。そうですね。確かに通りとね、会社っていうものの中にいるとやっぱり右へ習えっていうところがあったと思うけれども、うん、そういうその対応はまだらですよっていうのが普通になったっていうのはコロナがね、まあ、あってからそういうふうになってるところはすごくある感じはしますよね。だってこれによって例えばその家族の事情があるとか子育てをしてるとか、うん、そう、ね、病気を持ってるとか、ね、いろんな人が働きやすくなるわけじゃないですか、うん、どっちかに限定されているよりかは。でもちろん、ね、いやいろいろ同僚とコミュニケーションを取って仕事したいんですっていう人にとっても邪魔じゃないじゃないですか、うん、これって別に万人にとって僕は良くないと思ってるんで、ね、なんとなく本当に勝手な僕の妄想だけど、しかしこう歩調を合わせるようにして例えば育休の取得とか男性もめっちゃ増えてる気がするんですよ、うんうんうん、今多分休みやすいっていうか、あの会社にいなくてもいいっていうところがすごく明らかになった、うん、っていうようなところの影響って何かしらありそうですよ ね、 すよね。誰それがいないってことが別になんていうか問題視されない、目立たなくなったっていう、ていう、うんうん、そんな通勤電車とか乗らなくてよかったんだっていうのを明らかにした。だ僕 もう今はもうなんかあの対面前提の会みたいにいられると、うん、あのいやチームズも用意してくださいって自分は行くときでも言う。あそうね、うん、他の人のことを考えてね。他の人のことあと偉いねリーダーシップがあるねリーダーシップがあるってことで言えるだけです、うん、岡山さんそういうことやらないでしょちょっとそんなことないフレーミングそうですよくありませんね、うん、ただ唯一は職場変わってそうでした、あのリモート前提の職場に新しく入った身としては、うん、ああそうなんだ。まだどこ座っていいかよく分かんないです。え、さ あなた取締役でしょ、はい、取締役っていうのはそういうさ席がお用意したんじゃないの。あるわけないじゃないですか。そうなの。フリーアドレスです。社長も。社長も。おおすごい ね、 なるとね。取締役と別に仲良くしたいと思った人っていないから、そんな溶け込む努力いらないんじゃないですか。まあ確かに、まあ、そうなんだけどそんな寂しいこと言わないでよなんか やめてよ。ちゃんと経営してくれればいいんじゃないですかだね、繊細なさあなた岡山さんの心をちょっと感じ取ってあげてよ。転校生じゃないんだから。転校生だよ。マジで転校生。経営者なんだからもうどんどんしててくれればいいんですよ。転校生なんだよやっぱりね。なんかねソファーとか座ってますよ。は？応接ソファーとか。偉そうじゃないですか。なんで？めちゃめちゃお客様じゃないですか。なんか机はねなんかみんな使ってるから。いやいやお前も使えばいいじゃん。ちょっとなんか空いてるかどうかよくわかんない。そうなの？多分そんな顔出さない方がみんなに気使わなくていいと思いますよ多分。ですかね、いやでもそうなってくるといよいよね、なんかあれあんな人いたっけみたいな感じになる、ね、そうそうそう、もともと馴染みがないからね。でも別にあれじゃないですか、親会社から来た役員ってそれでよくないですか、うん、ダメだ。だから俺が社員だったらそう思うけど確かになんか、なんか溶け込もうとしてチラ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 来られてうっとうしいなっていうのは僕だったら思う。うっとうしい、うっとうしい、うっとうしいとか言ってあげないであなた皆さんちゃんと言ってあげた方がいいと思います。こうしてくださいってね。ああなるほどね、うん、そうか、うん、ちょっと今のところねまだ呼びかけにね応じるサムライトの社員の方もいらっしゃらないんで、特にコメントは来てないですからね。小山さんどうしたらいいのかっていうね。そうですか。そうと思いますけど ね、 そうね、僕はずっとそう思ってましたけどね、うんうん、はい、だってもう行くのやめなよなんか来るんだったらなんか美味しいお菓子でも持ってこいよと僕は思った。あ、お菓子は持ってくるでしょ。おおじゃねえ、何手ぶらで来てんだよマジで出社ごとにそれはでもやっぱりね気使うじゃないか、ね、みたいなね。え、でもそれは僕はやったよ、キャップだった時とかは。あ、本当。うん、そういうとこではないのでしょうか。
なんか、まあ、今は持ってきてないので、その偉くなってフラットに行こうみたいなのって大体僕幻想だと思うんですよ。本当だね。自分はそう思ってるけど、うんうん、その下人たちは別にそう思ってないっていう。そうだよね。そうですよ。あと別に、うん、ダメですよ。そんな好かれようとしちゃ好かれちゃダメ、うん、それ見抜かれますから。確かにね。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田大輔でした。